レイバー。それは産業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。